台風18号は現在北海道の東の海上にあり東寄りに進んでいますがこの台風北海道に思わぬ気象現象をもたらしています北上した台風18号は午前10時現在根室の東南東の海上を東北東に進んでいます暴風域からは抜けましたが今も北海道と東北一帯は強風域に入っています台風はこの後北海道かから遠ざかり 午後には温帯低気圧に変わる見込みですこれは今朝5時半頃の映像です旭川と北見との間にある標高1040メートルの赤北峠です昨夜から雪が降り日付が変わる頃には積もり出しましたおよそ5センチの積雪で一面銀世界に変わってしまいましたこれは台風18号が北海道の南の海上を通過して 西高東低のいわゆる冬型のような気圧配置となったため北から寒気が流れ込んで雪を降らせました。